スタートをクリックしすべてのプログラムをクリックしますマイクロソフトオフィスをクリックしマイクロソフトパワーポイント2010をクリックしますパワーポイント2010が起動しましたもう一つ便利な起動方法をご紹介します スタートメニューのプログラムとファイルの検索に PO と入力してください。プログラムが検索され Microsoft PowerPoint 2010が表示されます。使いやすい方法で起動してください。